元幕内千代の国の佐野山親方33イコール三重県伊賀市出身イコールが5日1ヶ月後に迎える断髪式6月8日両国国技館への思いを語った親方の兄でネットフリックスのドラマサンクチュアリ聖域で俳優デビューを飾った沢田健澄さん元幕下千代のシが脳幹出血で救急搬送されたのは4月20日早朝 現在も治療が続けられている。断髪式では兄との最後の一番が組まれていた。兄の代わりになる人はいない。2位だからこそ自分の思い切りを出して終わることができるので。お客さんのこともありましたが、兄の代わりに誰かというのはやっぱり思い当たらなかった。それぐらい特別な存在なので、最後の一番は見送ることに決めた。自分が入門した時から、 その背中を追い続けてきた目標の人、という兄以外は考えられなかった。兄は断髪式のチケット販売も手伝ってくれていた。一番親身になって寄り添ってくれて、無条件で味方してくれる。一番の理解者、チケットのことで体に負担をかけたと思う、と親方は申し訳なさそうに話す。兄に、無事に終わったよ。ありがとう、と伝えられれば。 声は聞こえているのでほっとさせてあげたい。安心させてあげたい。それで喜んでもらえたら、断髪式を終えたらすぐ、感謝の思いを伝えに行く。中日スポーツ。